はい、速稼塾の久保です。いつものようにメタボ47のプランク90秒じゃなくてね、昨日から120秒なんですよね。2分をオーバーするプランクをしっかりとやらせていただいて、1週間目はね、小手調べということだったんですけども、今日から2週間目なんですけども、2分間オーバーのプランクをピシッとした形でね、やることに成功しました。で、今ね、終わったんですよ。今、こちらね、2分8秒09で、90でやったんですけども、録画したはずの私のプランクの、ね、スタイルがね、録画できてなかったんですよ。バッテリーが飛んじゃいまして。ということなんで、このトークだけになりますけども、しっかりやりましたんでね、大丈夫です。やっぱりね、このね、2分のプランクをこれからずっと続ける中で、1日1回じゃなくてね、大体3回ぐらいプランクをやっていきたいなと思いますし、あとね、1分プランクを5回とかっていう、そういうメニューもね、ちょっと作っていこうかなと思います。動画をね、2分間私がプランクやってるところずっと映しても面白くないなと思ったんで、トークと重ねながらやっていたんですけども、そのスタイルもこれから踏襲していこうかと思うんですよね。で、ミスター M さんにこれを見ていただいてると思いますけども、ミスター M さんもね、やっぱりこう今までの人生の中で救われた話とかね、矢沢永吉さんの奮い立つようなマインドセットとかを毎日放送していただいたりとか、モチベーション動画をね、どんどん送っていただいたりとかで、本当にお互いに励みになりながらだということだと思うんですよ。ガチンコマッチクラブのやっぱりいいところっていうのは、こう戦う男がね、なんか集まってるってことなのかなと思います。もちろん女性もいらっしゃるんですけどね、戦う男女がしっかりとね、お互いを高め合うために属しているガチンコマッチクラブというところなのかなと思います。現在ね、メンバー15名以上いるというふうに聞いてますけども、これからの展開も楽しみにしております。私はね、展開を待つんじゃなくて自分から展開を作りに行くメタボ47で、体重ね、6月末までに85キロをもうほんと100グラムでも切れるようにやっていこうかなと思いますし、それからね、お腹周りなんですけども、これね、80センチ台にはならないと思うんですけど、89センチとかならないと思うんですけども、まあ92センチとかは達成しておきたいなと思ってますよね。以上でございます。ではまた明日よろしくお願いします。